イギリス BBC によると、中国広東省から香港につながる秘密道が発見されました。この地下道は密輸グループが作ったもので、広東省深圳市のある車庫が地下道の入り口になっているそうです。地下道は川の下を通り、香港にまでつながっているといいます。地元政府によると、香港と広東省の間では、空と海、陸地の各ルートから密輸が行われていて、地下道はその中の一つに過ぎないとのことです。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府，政府以危险性质，相当大一家嘛。